はい、皆さんこんにちは、富江と申しますとね、今日も元気に楽しくときめも GS3 実況プレイやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でね、前回やっぱりいろんな男の子つまみ食いしたいけどいいかなって聞いたら、結構皆さんね、あんたの好きにやりゃいいじゃんって言ってくれたんで、じゃあ遠慮なくいろんな男の子をつまみ食いさせていただきますということでね、第1弾義理の弟ルカ君とデートに行っていきたいと思います。ただね、ルカ君の好きな属性がナチュラルでしょ。僕ビビット服ばっかりな気がするんだけどね、今ウルトラビビットだし、これあビビットになっちゃう。これあとりあえずナチュラルになった。ナチュラルになって、で上着はね、この蛍光ジャケットとヒョウ柄のコート絶対ねナチュラルなわけないから、じゃあとりあえずデニムジャケットでナチュラルのまんまか。どうせならウルトラナチュラルしたんだけどな。これどう、ダメか、メンス、あビビットになっちゃった。じゃあホットパンツ、意外にこれがウルトラナチュラルなの。じゃあ、あとはアクセを、じゃあ流行のストールに、大丈夫かな、これでまた変わったりしないかな。あ大丈夫、じゃあこの格好でね行けばバッチリかな、流行だしナチュラルだし。はい、これで行ってきます。さあ、あルカ君早いね。あら、お互い早めに着いたのかな。あ、ルカ君が遅いんだよ。あれ、まあいいや、まあとりあえずねえ、まずせっかくね花びら大回転するんで、にっこりから始めましょうか。何ねえ、最初は慎重に、せーの、にかっ。俺あきっと好きなんだ。あらそれ本当、このエンジェルスマイル、とぼけてる。いいね、あその服本当、そばにいるとホッとする。ホッとするねえ、ウルトラナチュラル頑張ったよ。これうん、あったかいココアみたい。んあったかいココアあれかな、飲んだらホッとするから、あれかな、そういうことまあいいや、喜んでくれたみたいで、うん、よかった。それ流行ってんの。あねえ、ストールねえ、どう。そうか、でも他の子より断然似合ってる。そんなに褒めてくれるの、いきなりありがとう。ルカ君優しいね、やっぱり最初から。好感度そんな高くないと思うんだけど。屋上って、なんか西部劇みたいだよな。そうあれそうかしらまあいいや、そうだねっていうことでにっこりしとこうと慎重に、にかっ。おねえ、きっと好きなんだ。あらそれねえ、でもクリティカルできなかった。ガンマンの格好あるかな何萩原流れでもなるのまあいいや、んじゃあ今度見つめてみよう。ジースどうかした。うん、ダメだ、アプローチブスすぎる。さあ牧場に来ました。よしよし、あんいい子だ、行こう行こう、行くぞ。うん、よっとよっと、はて、ちょっとねえ、擬人化したあの乙女の欲望がとうとう白馬に乗ってしまったわけなんですけど。まあね、これでも6歳だよ。クリストファー、名前はセントクリストファークリちゃん、クリストファー、クリちゃん久々ねえ、よろしくね、クリストファー・ウェザーフィールド。あほら、ちょ手貸して。ちょっと白馬に乗った王子様が手を出してきたわけなんですけど、いいの私も。そう一緒に乗るんだ。ちょっとちょっといいけど、お兄ちゃんには内緒にしてよねえ、でも大丈夫かな。大丈夫、
こいつすごくおとなしくていい子だよ。あ、そういう問題じゃなくて。そうだろ。あのねえ、義理の弟とこんなにイチャイチャして大丈夫かな。ねえお兄ちゃん。本当だって。ねえ、ほらおいで。え、あ、じゃあねえ内緒よ、行きます。うん。ちょっとルカ君、恐ろしい子。なんか人気がある理由がようやく分かってきた気がする。満足満足。うん、私も満足だわ。ねえ、ちょっと手ぐらい握れないかな、そろそろ。何？ゆっくりよ。ねえ、これ難しいんだよね、近づきすぎると。はいはい、あ、いける。強いよ、ヒーローだから。あら、守ってね。じゃあ送ってく。あ、送っててくれんの、いきなり。ありがとう。じゃあまた手つなげるかな。ゆっくりよ。お、何？ゆっくりよ、難しい、ほんと。ゆっくり近づいて。どうだどうだ。もう終わり。子供は家に帰らなきゃ。やだ、最後の最後にしくじっちゃった。いやー、ブスだわ、ほんと。ありがとう、送ってくれて。お礼を言うのはこっち。うん。じゃあ、おやすみ。ねえ、じゃあ最後に、笑顔でなんとか挽回しよう。いかっ！腹減った？俺も。え？お腹減ったように見えた？え、じゃあうちでご飯でも食べてく？ねえ。あらあらあら。はい、ということで、まあ、やだ。面白かったわ、デート。あら、メールまでくれた。楽しかった。またデートしよう。おやすみだって。あらあら、あの、すごく近づけた気がするっていいの？こんなに近づきすぎて。こうちゃんに怒られそう。あ、やだ、せっかくテンション上がってたのに。え？テスト？学力、大丈夫？あの、こうちゃんに絞ってから学力頑張ってないんだけど。あ、でも。あら？語学、うんこ、あらあら。あら？意外といける？数学、うんこ。選択科目。あら？あ、なんだ？恒例のトリプルうんこじゃんね。あら？芸術。あ、いい出来かも。と、最後は、技術課程。あ、ねえ、うんち。あれ？結構今までよりもちょっといい感じ？変わんないかな？どうなんだろう？さあ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 。あ！あら！みおちゃんには負けてるけども、こうちゃんとルカくんに勝った。ま、こんなもんかな？てか上出来じゃない？とみえちゃんにしては。ねえ。あら！みおちゃん！ねえ、どうしたの？安定しているようで。あ、危ない位置。ですよね。上がるも下がるも努力次第。はい、あのミオパイセンに言われると、あの、何も言い返せません。ね、頑張ろう。はい、というわけでね。じゃあどうしよう。調子こいてまた男誘っちゃう？けどちょっと恋愛運見てみよう。ねえ。と、今週の占いは、幸楽と恋愛運バッチリ、いいじゃん。じゃあねえ、調子こいてまた別の男誘っちゃおうかな。じゃあまずね、流行じゃないか、ラッキーアイテムのブレスレットをつけて誘いましょう。よし。で、次なんですけど、ね、あの、まだ一回もデートに行ったことのないね、彼を誘おうかなと思ってます。ねえ、せっかくだから、あ、しかも待って。今12月12日だったから、来週の日曜日って、あれじゃない？ハリーの誕生日じゃない？じゃねえ。偉大なるハリア・コウノシノ様の誕生日に、じゃあニーナ君とカラオケに。もしもーし。あ、もしもーし。ね、どうも、オカマです。あ、うん、何？あれ、意外とそっけない。ね、
ねえ、ニーナ君多分乗り良さそうだから好きだと思うんだけど、12月19日にねえ、ちょっとカラオケボックスに行きませんか？どうだろう、どう、恋愛はバッチャけど、どう、行かない？あ、いいよ。おう、待ち合わせとかどうする？やった、オッケー、じゃね。あ、ありがとうありがとう、よかった。早く12月19日来ないかな。よし、大成功です。ということで、じゃあそれまでは恋愛運がにっこりだったから、魅力上げよう。うん、まだ80にもなってないしね。あ、でもちょっとメンスがちょっと乱れてきてるな。ん？はあ、なんだろう、夜更かししちゃった、もう寝よう。ね、美容の大敵だからね。え、ルカ君から、え、どうしたの？さあ、寝てた。いや、うとうとしてた。ねえ、どうしたの？なんとなく。はい。眠れなくて。はいはい。持ち相手が欲しいんじゃないかって気がして。え？テレパシー、当たった？え、いや、当たってないけど、でもまあ、悪い気はしないわ。嬉しいわ。どうかな？本当さ。はい。俺が眠れなくて。え？え？ちゅ、え？初めてして。え？お休みの中でもいい。はい？お休みの、いいよ。え、ルカ君どうしたの？ちょっと、義理の弟。あら、あくびしたわ。あくびした。ごめん。眠くなってきちゃった。あら、じゃあ、ピロートークもそろそろ終わりにする？ねえ、じゃあそろそろ切ろっか。え、もうちょっと。ちょっと何おねだりしてんの？ダメ。もうちょっと。いや、ちゃんと起きるから。やだ、何この欲しがり屋さん。でも悪い気はしない。わがまま言わないよって、本当にみんなの母さんだわ、これじゃあ。はーい。あ、ママ。じゃあね、おやすみ。おやすみっていうか、恐ろしい。ちょっと、魔性の男だね。そりゃあ、ルカ君人気出るわな。てか魅力全然上がってないんだけど。はい、ということでね、あの、なんかすごいいいのかな、こんな、なんかルカ君の後にニーナ君ってほんとなんかホストクラブ巡りしてるみたい。まあいいわ、せっかく OK してくれたんだから行きましょう。で、ニーナ君がセクシーが好きだよね。ビビットとセクシーって近いような気がするんだけど、まあまずこの服じゃダメでしょ。セクシーっぽい、これ、え、何がダメ、待って、じゃあこれをヒョウ柄にしたらどう、これをヒョウ柄、あ、やった、セクシーになった。で、ボトムを、じゃん、え、ミニスカ、あ、ビビットになっちゃった、あ、ダメだ、あら、え、あれこれが意外とセクシーなの。あとはアクセサリー、ストール流行だけど、あ、ダメだ、これは、これも一応ストールだから流行判定になるかな、これ、あ、ちょっとやだ、ストールでウルトラセクシーで、これバッチリじゃん。え、じゃあこれでいこう。あら、どうにかなるもんだね。あり合わせの服でも。ニーナ君まだ着ない、あら、後輩のくせに。ちょっと、ごめん、気合い入れて支度してたら時間かかっちゃってさ。まあね、そのヘアスタイル時間かかりそうだから、まあいいわ、ふーんって。そんな顔も可愛いぜ。あら、先輩、ちょっとこの子返しうまいね。まあいいわ、じゃあ可愛い顔でスマイルしてあげる。何、よいしょ、そいや、何、あれ引いちゃった。もうね、調子いい子だから。あ、どう、ちょっとあんた、え、それは今日期待してもいいってこと、え、カラオケボックスで、え、ぶちかます、
別に。あ、てかさ、あんたから目離せねえじゃん。ちょっとあんたうまいこと言うわね、ほんと。もうねえ、まあでも喜んでくれてよかったわ。あんたに似合うね。あ、それもしかしてストール？ねえ、どう？そう、女の子ってアクセ一つで七変化できていいな。まあね、とんがりかぶればキチガイになるしね。ねえ、まあよかった、褒められて。ねえ、じゃあカラオケ行きましょう。俺歌うの大好き。お、あ、すっげー気持ちいいじゃん。そっか、やっぱりね、ハリは歌うのが好きなんだね。じゃあ行きましょう。ん、手つなぐのはちょっとまだ早いかな。じゃあいいや、ちょっと見つめてみよう。ちょい、エッチ。え、でもいいよ。エッチがいいの？え、あら、エッチオッケー？さーてと。ねえ、じゃあもう一回。何？そろそろ触れるできないかな。あ、でもやめとこう。じゃあまたにっこりしとこう。にかな、なに。やっぱりあれだね、デビルスマイルには惹かれないのかな。あ、歌うぞ。まずカラオケって得意っていうのはなんか多分違うよね。でさ、歌うぞってね、俺歌うの大好きって言ってるんだからね、え、私が歌うよりもね、はい、ね、まずは一曲ね、どうぞニーナくん。お先にどうぞ。え？え？あんたの歌聞くのすっげー楽しみだったんだ、俺。え？こっちが歌うの？あれ？そういうつもりじゃなかったんだけど。え、じゃあどうしよう。え、なんか歌う？じゃあどうしよう。じゃあはい、お先に失礼します。じゃあこれ、どうしよう。じゃあ、じゃあこれ。じゃあこれにします。ドキドキで壊れそう、セパセラ、どう？どう？これどう？何？ねえ、私の歌どうだった？な、何？クリティカル。どう？あ、やったね、バッテリー好印象。やった、歌プリ好印象なのね。ねえ、じゃあ次はあなたの番よ、ニーナくん。ねえ、何を入れたの？ねえ、なんか流行の歌とか詳しそうだよね。あ、その歌。あれ、知ってる？え、何？え、実は体で歌えちゃったり。え、どんな歌入れたの？マジで？え、マジでって何入れたの？超新譜だからどうかなと思ってたんだけど。うん。さすが。え、何何？まあ、とりあえず歌聞かせてよ、ニーナくん。あ、お姉さん、俺と一緒に歌っちゃわない？ホストクラブのシャンパンコールかな。え、いいの？いいのいいの、むしろお願い。え、俺にハモらせて。じゃあ歌う、何か。じゃあ遠慮なく。え、どうしよう。んじゃあ、え、愛のデュエット。え、ちょっと待って、ちょっと待って、愛のデュエットって言われても。え、ちょっと待って、ちょっと待ってね。え、待って待って、急に愛のデュエットって言われても。ちょっと待って、清水翔太と加藤ミリア、ラブフォーエバー。え、これもはちょっとつまんないよね。え、じゃあ待って、じゃあこれなんかどうかな。じゃあこれ、はい、本日も実況をご覧いただきありがとうございます。それではニーナ純平、岡間富江で男と女のラブゲームです。飲みすぎたの弱い女の愛しさを、飲みすぎたのはあなたのせいよ、可愛いお前の強がりを、お久しぶりね、あなた。これでどう？満足？ねえ、これ相当いけたんじゃない？どうかしら。なんかすっげえ、デートって気分を味わえた。ほんと？あんたどうだった？ねえ、デートっていうか、なんかあのね、バスへのスナックみたいな雰囲気だったんだけど。まあいいわ、あなたが喜んでくれたんだらよかった。じゃ、何？そろそろ手ぐらい握れないかな。何？ゆっくりよ、ゆっくりよ、ゆっくり、
いやこれ難しい本当。ゆっくり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 。こらこら。ごめん。じゃ、お疲れー。あら、送ってくれなかった。ダメか、失敗したか。あ、メールもくれなかった。まあいっか。ね、男と女のラブゲームが歌えたんで満足です。と、じゃあ今週は、じゃあまたアクセをブレスに持ち替えて、どうしよう、パラメータ何あげようかな。と、はい、数珠を装備して、で占い、勉強と健康がにっこりでしょ。で運動が結構あんまり良くないから、じゃあ運動しよっかな。うん、じゃあ運動します。ねえ、ちょっと大丈夫かしら、運動パラメーターこれで。あ、はい、あら、今日祝日。じゃあちょっとね、また周期が相当乱れてきて、じゃあ今日は寝ます、せっかくだけどね。うん、今日は学校、あら、ちょっと一大イベントじゃん、忘れてた。え、待って、当日に買いに行くのプレゼント、まさか。こうちゃんの好きそうなもの買わなきゃ。もちろんデューリッチです。で、あれ、あれ、多分こうちゃんアンティークラジオだと思うんだけど、あれ、去年もアンティークラジオあげなかったっけ。気のせいかな、あれ、去年もアンティークラジオあげた気がするんだけど。でも、同じものあげてもいいのかな。いや、まあいいや、これが好きってことは間違いないからいいのかな。ねえ、オッケーなのかな、大丈夫かな、同じものって。ラジオ2代目だよ、だってねえ、あ、何を着てこうかな。ねえ、そりゃあもちろんね、そう、ドレス、本当はね、この可愛いドレスがあったんだけど、ねえ、フリマでちょっとね、こんなねえ加納京子ドレス見つけちゃったらこれしかないよね。で、あとはあれだ、そう、こうちゃんからもらったあの桜ソーリングつけてこう。よし、これで OK じゃない。あとね、せっかくクリスマスなんだからね、私もなんかちょっとなんかつけれるもんないかな。ちょっと待ってねね、これクリスマス感出てていいんじゃない。ちょっと、じゃあね、せっかくなんで、じゃあね、このファッションでね、行きたいと思います。はい、オッケー。はい、ねえ、クリスマス感満載じゃない。ねえ、パーティー会場に行こうあれ、去年は確かメンズが誰も声かけてくれなかったんだよな。新進宿女の皆さん、あ、天の橋邸へようこそ。どうもロリコンヒゲジジ、今宵はクリスマスイブだ、うん、聖なる夜をどうぞ心ゆくまで楽しんでください。はーい、多分ね、リアルの僕はね、クリスマスあのぼっちなんで、皆さんの青春の1ページに残る、うん、素敵な思い出ができますように。はい、それでは改めて良いイブを、メリークリスマス。ねえ、メリークリスマス。さあ、今年はメンズ来てくれるかな。去年誰も来なかった。見つけた。まさか今年もミオちゃんだけとかないよね。ねえ、ミオちゃん、ヤッホー。ねえ、メリークリスマス。メリークリスマス、うん、バンビ素敵。 ありがとう、素敵。このダイソーでね、100円で買った帽子、ありがとう。ミオちゃんもね、可愛いよ。ありがとう。あら、かわ、
もうほんとかわいいミオちゃん。彼氏いないのかな。今日はみんなバンビに釘付けになる。あれ、占いじゃなくて、うん、本当に素敵だから。え、嬉しい。あれ、加納京子ドレスの効果ねえ、なんか照れる。去年こんなこと言われたっけ。言われてない気がするんだけど。行くね。うん、今日は情報収集のチャンス。うん、また情報収集ねえ、行ってらっしゃい。え、嘘、終わりじゃないよね。あ、トミエ、あー、よかった、今年は来てくれた、コウちゃん。ねえ、コウくん、ねえ、メリークリスマス。うはい、ね、うう、メリークリスマス。あらなんだよ、浮かれてやがんな。浮かれまくってます。ていうか、こうちゃんがメリークリスマスって言ってくれた。ねえ、楽しんでる？おう、食い放題だしな。あら、そこなのね。私と同じで食い地張ってるのね。そっちか。ん？どうしたの？あ、いや、お前、それ。あ、何、あの胸元ボロリンチョドレス？ねえ、どう？このゴージャスなドレス。おかしくはねえ。おかしくはねえけどよ。いや、おかしいと思うけどね、若干ね。あんまり見せびらかすんじゃねえぞ。こういう日は変な気を起こす野郎が多いからよ。やだ、こうちゃんもちょっと変な気を起こしそうなんじゃないの。大丈夫。大丈夫じゃねえよ。あん、もうねえ、すっかり俺の女って感じだよね。あ、いや、ねえ、やだ、連れ去ってほしい、この会場から。さあ、次は？じゃあ行くわ。 あんまフラフラすんな。うん、いいな。ね、じゃあね、こうちゃん、なんか寂しいわ。玉尾さん、おい。え、なんで玉尾さんじゃないのはい、メリークリス、あ、どうも、メリークリスマスです。別にメリーでもなんでもないけどな。ねー、一応メリークリスマス。はいはい、あ、でも一応でもメリークリスマスって言ってくれるんだね。そういうの似合うんだな。あ、これこれねえ、本当ですか。へえ、あれ、なんかめっちゃ品定めされてんだけど。あの、へえ、なるほどね。え、なになに、どういうこと。え、なんなの、結局何をおっしゃりたいの。あっちで呼んでる。あ、面倒だな。あー、ね、じゃあな。ねえ、大変ですね。じゃあな、じゃあな、じゃあな。ねえ、玉尾さんかな、次こそ。え、メリーそしてクリスマス、ルカ君。あ、ねえ、どうも、メリークリスマス。ご機嫌だね。まあね、食べ物がいっぱいあるからちょっと桜井兄弟、お腹どんだけ空いてるの。なるほどね、ドレス着てるね。ね、すごいですよ、このドレス。どう、正直な感想と、うん、お世辞とどっちがいいお世辞、じゃあ、あ、正直に。すげえ可愛い。あら、ちなみにお世辞の方は超可愛い。もうちょっとこの子はほんとうまいこと言うね。やったんって、もうなんかもう手の上で転がされてる感じ。あ、ん？何？あのさ、はい、ちょっと行ってきていい？あら、どうしたの？挨拶？いや、お寿司出てきたから。かわいい行ってくる。あらね、まあ普段そんな食べられるもんじゃないからね、行ってらっしゃい。そんじゃ。うん、ねえ、私のアワビも食べていいのよ。おろ、今年は3人もメンズ来てくれた。あ、プレゼント交換ねえ、もしも願いが叶うなら、そりゃもちろんね、亭主です。ねえ、お願い。お、君にはこのプレゼントをあげよう。ありがとう。メリークリスマス。ねえ、メリークリスマス。ねえ、でも嫌よ、いくらこうちゃんのものだからって。六角レンチはもうと、 SR400 ロゴキーホルダー、バイク系のキーホルダーってこと？
ねえ、まあ、いっか。トミエ。ねえ、こうちゃんのでしょ、これだって。お前が当てたの、それか？うん、そうだよ。俺が出したやつだ。ねえ、やった。六角レンチよりはキーホルダーの方がだいぶ嬉しいです。ねえ、こうくんのも。なんだ、お前のかよ。うん、あのね、多分2年連続アンティークラジオだと思うんだけど。クリスマスだからよ。うん。まあ、あれだ。奇跡ってやつじゃねえか。え、こうちゃん、何、奇跡とか言うの？やだ、嬉しい。ロマンチ、ロマンチックだね。うるせえ。あら、かわいい。で、どう？同じ？いいじゃねえか、これ。ほんと？俺ら、センスが似てきたな。あ、同じものあげてもセーフなんだ。ねえ、バッチリ喜んでもらえたみたい。あ、ねえ、もしかしたらまたかよとか言われるかと思ったけど。ねえ、こうして高校生活2年目のクリスマスイブは終わった。あ、1年目と比べてだいぶいいかも。ねえ、あ、じゃあ、脱ぎましょうか。ねえ、髪の毛ぺしゃんこになっちゃったわ。ねえ、よし、じゃあ、あら、もう今年も終わりじゃん。え、じゃあどうしよう。ちょっとね、なんかあと1年ちょいでパラメーターがちょっとピンチそうなんで、恋愛運もムッとしてるから、じゃあまた運動でもあげようかな。うん、じゃあ運動します。でも運動あげると魅力が下がるっていうね。どうしたらいいんだろうこれ。あれ？誰だろう？何？はい、もしもし。俺。あ、やだん、こうちゃん。ね、どうしたの？今度の日曜、暇か？あら？今度の日曜っていつ？初詣ではないよね。まあいいわ。うん、空いてるよ。ちょっと待って。屋上、行ってみねえか。え、ちょっと待って、何これ？もしかしてルカ君言った？ルカ君バラした兄にこのタイミングで牧場っておかしくない？どうしよう。いや、まあもちろんね。じゃあ今度はこっちが言わせてもらいます。 OK 牧場。じゃあ決まりだな。楽しみだけどちょっと怖い。だな、怒るなよ。うん、ねえ、コウ君こそ。そうだな。うん、じゃあよ。これ何も深い意味はないよね。ねえ、なんでこのタイミングで牧場なの？ちょっとびっくりなんだけど。ちょっと、あ、てかもう、あ、年が、あれ、今年1年振り返っていたアルバイトね、まあ、あれ去年もアルバイトよく頑張ってるんじゃなかった？嘘、これだけ？おかしいでしょ。え、今年は恋活も頑張ったじゃん。え、なんで？アルバイトだけじゃないよね、頑張ったの。まあいいわ、開けてしまったものはしょうがないわ。あ、年賀状。あ、ルカ君？ウサギの鳴き声わかんねえ、にゃんにゃんって。ちょっと、かわいい、ルカくん。お、あ、これはコウくんのね。あ、かっこいい。ね、なんか去年はさ、なんだっけ、ギャル系アパレルショップからのね、ダイレクトメールみたいだったけど、今年はなんかおしゃれだね。なんかストリート系ブランドのなんかダイレクトメールみたい。これは、あ、嵐さん。あ、なんか古風な感じだね。あ、おしゃれ。ニーナくん、おしゃれじゃん。カレンちゃんからかと思った。あと、すげえ。したらパイセン。すごいね、なんか高級レストランのメニューみたいなんだけど。あと、あ、ミオちゃん、相変わらずなんか書いてくれてんだけど、ごめんね、老眼で見えない。あと、あ、カレンちゃん。あ、ねえ、安定のおしゃれ。マリメッコみたい。あと、大迫ちゃん。
大迫っていう字がまた逆になってるけど、え、あれ玉尾さんからは年賀状、え、ニーナ君から来て玉尾さんから来てないけど年賀状、あと誰、あ、おめでとう、あーん、年明け一番に聞けた声があなたでよかったね、明けましておめでとう。 お前よ、初詣行ったか。行くわけないじゃん、あなた以外と。うんうん、こうちゃんはそれよ、うん、ああ、行くか、初詣行きます。もう時間が35分超えてるけど行きます。ねえ、一緒に行こう。よし、うん、じゃあ家で待っとろ。うん、そっち行くからよ。いやー嬉しい、今年も一緒に行けるんだ。やっぱあれか、あ、準備っていうと、そうそうそう、冬だからね、ムダ毛の処理とかアンダーの処理がねまだまだだから。いや、なんでもね。あ、そんじゃよ。察したのね。ねえ、じゃあねえ、去年と同じだけども振り袖を着ていきたいと思いますと、揚げ皮小悪魔振り袖と、あとはこうちゃんからもらった指輪で、でも指輪デートじゃないと反応してくれないのかな。よし、じゃあこの格好で行きたいと思いますねえ。今年も来れてよかった、こうちゃんと。あ、らっしゃい。来たぞ。ねえ、いらっしゃい、明けましておめでとう。お、その、おめでとう。ああ、言ってくれた。ふふ。お前、それ、よ。うん。あ、なに、指輪？あ、振り袖か。そうか。うん。どう？どうかな？もう、悪かねえよ。綺麗だ。いや、よだれ出そうになった。綺麗だ？え？綺麗だって言ってくれたよね。なんか言ったか？やだ、もう、ちょっと。いいから。やだ。行こうぜ。ウェディングドレス着た時もそう言ってね。やだ。優しいわ。正月からこの人だ。分かっちゃいたけどな。お、行くぞ。ねえ、行きましょう。ねえ、はぐれたらどうしよう。なんかあざといわ。そん時は家に帰りゃいいだろう。え？ガキじゃねえんだ。え、やだ、探してよ。それはそうだけど。うん、そうか。じゃあ、あれだ。何？あれ？手貸せ。あ、やだ。繋いどきゃはぐれねえから。ちょっと今回のパートの中で桜井兄弟と手繋いじゃったんだけど、ありがとう。わあ、嬉しいけどちょっと罪悪感。あ、今年は何お願いしようかな。触れる。でね、これ私バカだったわ。これさ、一番得なの学業成就だよね。だって健康成就がストレス下がるだけでしょ。去年も学業にしとけばよかった。これやるとさ、学力20も上がるんだって。ということで学業成就ですね。え、どうかね、頭の悪いブスが卒業できますように。その願い叶えて神ぜよ。ねえ、神様お願い。あ、すごい人混みだったね。どいつもこいつもてめえの願い事で必死だからな。あぶね。私も必死に毎回彼氏ができますようにって願い事してます。あ、前歩いてくれたんだ。もう、そうか。まあ、どってことねえけどよ。優しい。あ、おみくじ。ねえ、引いてこう。引きてえのか。うん、引きたい。大好き、おみくじ。いやなこと。いや、そう言わずに。ねえ、しといた方がいいよ。あ、そしてまた問答無用で引いたのね。今年の運勢はどう？あ、だから実況的には大吉が大凶じゃないと微妙なんですけど。ね、こうちゃんはどうだった？小吉だ。あら、
また微妙ね、あ、でも小吉の方があれだな、吉よりはいいんだ。よかねえんだよ。あ、もうちょっと大吉とか大凶とかあんだろうがよ。そう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 、ね、美味しくないよね、動画的に。ねえ、神様に絡まないの？占う気あんのか神様よ。あれだね、お互いなんか不満そうだね。バチ当たりだな。あー、でもこうちゃんと今年も初詣に行けてよかった。おい、気合い入れて願い事してたじゃねえか。めっちゃ必死に気合、いつもお願い事してます。ちょっとね。なんだよ、教えろよ。あなたと結婚して子供を身ごもれますように。あのモロ今言っちゃったんだけど、人に話しちゃダメなんだよ。どうせ小遣いあげろとかそんなもんだ。お前の願い事は違います。全然違います。いけずね、分かってないわ。てかこうちゃんは？ほら、ついちまった、強情な女だな。ねえ、こうちゃんの願いは？あ、ねえ、教えてよ。おう、上等。うん。あ、いや、何？何？家内安全だ。やだ。何、こうちゃんももう何、もう家庭のことをもう考えてくれてるの？ねえ、いや、嘘っぽくないよ、本当でしょ？バカ、男は軽々しくそんなこと言わねえんだよ。いや、まあこっちも男ですけど。ねえ、関係あるの？あ、やだ、言葉に詰まったこうちゃんも可愛い。まあ、今年もよろしくな。うん。じゃあよ。ねえ、じゃあね。やだ、最高のね、初詣じゃん。ねえ、ということで、あれ42分超える。はい、ということで今回超長くなっちゃったけどね。でもまあいろんなことが起きたね。ね、義理の弟とイチャコいたりね、ニーナくんとねカラオケボックスでねホニャララしたったりね。まあだけど、まあこんなねビッチなオカマトミヤ、これからも皆さんよろしくお願いします。じゃあね、あまりにも動画が長くなっちゃったんで今日はねこの辺で切りたいと思いますね。それではまた皆さん1週間後に会いましょう。ではまた。